皆さんこんにちは。テレビアニメ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、杉政人役の古川誠です。綿谷湊役の佐藤源です。この番組はアフレコ集落を終えたばかりの僕らがアフレコ現場から取り立てほやほやのトークをお届けしていこうというミニラジオ企画でございます。はい、本日は第10話の収録を終えてきましたけれども、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。まあ、今回は杉港パートがメインのお話でした。はい、見てくださった皆さんいかがでしたでしょうか。ダンスオーディション準決勝で敗退したものの、敗者復活戦で見事返り咲きということで、かっこいいですね。年末のお笑い賞レースがありますね。あれが思い出しますね。あれっぽいです ね、 なんかね、あの方々たちを、ね、思い出すような、結構ね、あのズバンとそのまま行ってね、ズバンとそのまま行って見ない日はいないくらいのスターになってますからね。だって一番好きな、ね、芸能人ランクでも、もう確かに行くことよく、あの駅なんかでもね、そうだ、東北へ行こうって言ってますね。港も言うのかな。あー、どうなんでしょうね。そのうちそんな感じになったら嬉しいですね。面白いですよね。でもね、つげもね、バイクで助けに来てくれたり、ね、港もね、背中を押してくれる、ねえ、ね、いやー、かっこいいシーンでしたね。なんか、あの、よく先輩方の話を聞いてると、はいはい、あのオーディションに行くときに、はい、ちょっとしたトラブルがあって、どうにかたどり着いて、あの、受かったみたいな伝説ってあるじゃないですか。あ、なんか聞きますね。なんかその、うん、例えば学生さんをまだ兼業しながら行ってて、その授業とかで遅れちゃって、うん、一番最後になって受けたら受かったみたいなとかっていうのもなんか聞いたりとかもしたことありますね。あの、まあ、帰り道に滑って転んで、こいつは落ちたなと思ったら、しっかり受かってよかったみたいな、なんかそんな先輩の逸話も聞いたことがあって、なんかジンクスみたいなのもあったりしますよね。でもなんかオーディションの時のトラブルって、うん、ちょっとなんか自分のその心の持ちようが一つ違う方向にね、シフトするような感じがして、確かになんかこう、うん、入れ込みすぎちゃうみたいな時とか、そう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 、肩の力がいい感じに抜けるのかもしれないですね。うんうん、なんかあります、オーディションでこうトラブルでどうこうみたいな。あ、そうですね、僕の場合、なんだろう、叫ぶ役の時とかに声でかすぎて、周りの音が全部反響しちゃって、 鉄類が全部反響しちゃって、ヒーヒーみたいな、佐藤さん、あの、大変に元気でよろしくて、キャラにはすごく合ってるんですけど、2歩下がっていただけますか。2歩、そのうち、あの、ね、某、フフテッカーみたいなね。みたいのあって、それでやってみたいな。ちょっとフェルミオンが出ちゃって。みたいなのありましたね。でもなんか、オーディション自体は楽しんで、あの、やったものが結構受かったりとか。ああ、でもその傾向はあるかもね。なんかこう、受かりたい受かりたいと思う作品はやっぱりあるんですけど、うん、なかなかね、そういう作品とはなんかこう、ご縁がなかったりしたときに、あ、もう一回肩の力抜いてもう一回見直すかって思った時に、あれ受かったみたいな時とかはありますね。うん、古川さんどうですか。あの、やっぱ気質と合う役なんかっていうのは受かりやすいなって思うんだけど、わりかし最近苦労人の役が多いから、これはひょっとして苦労人なのかなとか、ちょっとこういろいろ考えたり、まあまあそんなことはない、ただの偶然だと思うんだけど、もしかしたら。オーディションで言うと、一番最初にレギュラーをいただいた作品のオーディションで、俺スタジオ分かんなかった。おーおーおー、結構駅降りて全然反対方向歩いちゃって、で、あの、地図アプリ、当時、あの、もうなんか Wi-Fi の制限とかさ、あ、まあそうですね、ギガの制限みたいなかかっちゃってたから、全然分かんなくて、で、おまわりさんに聞いて、あっちの方だねって言われた時にはもう5分前で間に合わないのよね。でもうどうにかこうにか走り込んでって、遅刻しちゃってすいませんっつって、で、まあ最後の方に回されちゃって、で、こうやばいなやばいなと思っ て、こうドキドキしてたんだけど、それを払拭するかのこと、結構叫ぶ役だったからさ、うわーってやったら受かった。その説は本当にすいませんでした。あのね、でも逆に吹っ切れたのが良かったのかもしれないですね。かもしれないね、分かんないけど、でもやっぱりね、最初に初めて行くスタジオは下調べをしっかりやってからじゃないと行ってはいけないっていうことをね。これはあれですね、あの、声優だけにも限らず、いや、もう全ての人間に言える、例えばお仕事だったりとか、そうそう、バイト先だったりとかも、受験先だったりとかもね、うん、そうよ、思った場所にない時とかある。そう、地図もね、あの、なんか知らないけどずれてる時とかずれてる時とかあるし、あの、案内でいただいたお店が全然違う店に改装されちゃって、あれ、こんなところに蔦屋はないぞみたいな。
可能性もありますからありますありますありますからお気をつけてというところでございますね。そうそうそうなんですよね。なんか結構現実的な話も来ましたね。夢を取るか就職を取るかというはいはいはい、はい、もお年頃ではございましたが、これちょっと僕、ね、あなんかすごい共感しましたね。わりかしそうだよ ね、 でもね、ちょうどあの僕声優デビューしたてが大学の頃で、うんうん、で国家資格の勉強もしてたんですよ。その頃もうあと2ヶ月で取れるって頃に、うん、まあ、ご一緒させていただいた作品に実は出会って、医師ですか、医師の あれがちょうど来て、はいはいはい、その時に国家資格を取るには2ヶ月くらい全部休まなきゃいけないみたいな、うわ、やっぱり役者としてはその期間しっかり準備期間に当てたいとかっていうのもあったりとかして。なるほど。いやこれはそれこそ神様のね、もしかしたらこう言ってるのかもみたいなセリフもありましたけども、うん、うわこのタイミングみたいなっていうのはあって、何の国家資格を取ろうとしてるの？社会福祉士っていう、あ要は福祉全般に関われる資格だったんですよね。なるほどなるほど。僕も人のために生きるのも結構好きだったので、うん、その勉強もしてたんですけど、うん、やっぱりこう声優もやっぱり人のねこう心を癒したりだったり声の力でこう元気にしたりとかっていうのもありますから、そうだよ、そうだよ、うん、そういうのを考えた時に、いや俺は自分がやりたい方を選ぼう、後悔がないようにっていうことで。なるほど。それでだからもう、まあ、寄り添ってっていうよりも元気をこうみんなに与えるためにっていうね、やればな少しでもみたいな。そうか、しかね、おはよう世界になってるわけですね。そうです、おはよう世界になってる、ね、いやいやでもなんかそういう素敵なね、なんか選択の連続がこうやって一つ一つのね掛け合いの妙であったりっていうものをね、生み出していくんでしょうからね。でもね、そんなね、素敵な出会いもあれば、うん、お互いの気持ちがすれ違うというところもあってまして、まあね、俺ね、この話ね、ここで一旦終わって、で数年後とかになってもらうのが一番理想的な話の流れ。あーちょっとわかる、次週の台本いただいてるからさ、まあちょっとわかりますね、まあ見ちゃうんだけど。いや見ちゃいますね。あーでもね、メンズとしては、メンズ30代としては、数年後ばったり喫茶店で会ってなって、エンドロールが一番好き。あーでもごめんなさい、20代なんで早めに決着つけてってなるなるほどね、そうかそうか、まあまあまあ、ということでね、次週もね、楽しみにしていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでオーディションを経て港は新人ダンスユニットとしてデビューが決定しました。はい、ありがとうございます。夢を叶えて華々しい世界へ進んでいく港を画面越しに眺める柘港パートも足立クロスアパートもどちらもすれ違いの気配を感じておりますけれども、はい、本編は残りあと2話です。ぜひ見てくださいね。はい、アニメチェリマホは配信でもご覧いただけますので、ぜひ配信でも繰り返しご覧いただければと思います。はい、SNS での感想もぜひお待ちしております。お願いします。それでは柘港役の古川誠と綿谷港役の佐藤源でした。来週第11話の放送もお楽しみに。